始まりました。始まりました。はい、田中里奈のショールーム、イエーイ。今日はね、ちょっと1時間早くお届けしようと思います、はい、どうですか、皆さん集まってくれてますかね。なんでかっていうと、うん、明日あれな、本番なんですよ。そうだよね、はいはい。だけん、あれちょっと待って、やっぱり音聞こえない？大丈夫？あ、聞いたかな？ちょっと待ってね。はい、行きます。え、音聞こえません。音、音って書いてあるけど、なんか音ない、聞こえる？聞こえますか？聞こえるか。あ、聞こえるよって。聞こえるか、うん。明日はね、はい、18時半と21時からの2公演、うん、ね、うん、コットンクラブっていう会場で、あのライブ、単独ライブやるんですけど、今そのリハやってきて、はいはい、ちょっとマジ髪の毛ボサボサ。今日だってもうずっとやってたんでしょ、リハーサル。ずっとやってましたね、うん、楽しかった。やっぱリハが楽しいんですよね、こういうのっていつも。いやね、いつもある、ね、あるある。そう、リハって楽しいと本番だったらすぐ終わってしまうけん。旅行と一緒だね。だ、計画立ててるうちはめっちゃ楽しいもん、やっぱ。うん、ですよね。意外に行ってみたら、まあまあまあ楽しいけども、楽しいけど、俺が終わることを考えるけん。あー、確かに確かに。聞こえない？大丈夫？聞こえない？多分ね、この方のパソコン動かしてる、うん、なるほどなるほど。で、みんな聞こえるっていう。はい、ヨドバシカメラ行ってください。へー、ヨドバシビッグカメラかな、レナは。ビッグでもいいですよ。ビッグでもいいですよ。そうかそうか、うん、もう明日ですよね、じゃあ。そうなんですよね、うん、そうそうそう、楽しみ。みんな来て。A 席あるよ、また多分、知らんけど。あ、ほぼ、レイトショーじゃない方だ。18時半の、はい、来てー。そうそう、ケイタさん。あー、今日ね、うん、来る、ケイタさん、ケイタ、鈴木さん、鈴木さん、今日来るか来んかわからん、まだ。来ないって。あ、来んって、うん、あ、今日来んって。なんかね、そうそうそう、急遽ね、早めてもらったけん、時間。そうそう、ケイさん、すごい山奥住んでるから大変だ、そりゃ。うん、そうそうそう、バイト中かもね、でもな、本当に。でも一応、本当に今日来れないってなったんだけど、コメントはしてくれって連絡してたから。え、要はショール、だから来れないけど、ショールームを見ることはできるもんね、だって。へぇ、コメントしてきたら面白い。コメントはしてくれって絶対言っといたから。わかるかな、俺だよって。あ、ちょっとじゃあもう一回、もう一回しとくけど、もう始まったぞと、うんうん、俺だよって言ってよって、はい、あ、俺だよって、うん、言ってください。それがケイタですと僕は今打ちますね。でも俺だよって君が、みんな2人が打ち、あれもう来てる、来てない、誰。いや、めっちゃいるな。わかるかな、ちゃんと。今日何曜日ですか。あ、木曜日。一応毎週木曜ですから。だけにしようよ。はい、一応メールしていて。はい。ありがとうございます。そうなんだよね。まあ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 。楽しかったですか、この1週間。この1週間はね、楽しかった。そう思う。そう思う。何やってたっけな、もう覚えてないんだよな。覚えてます、最近のことを。あ、でも結構覚えてます。最近は結構濃厚なんで、1週間。あ、偉いね。うん、だからいつもは忘れますけど、楽しいことが続いたら覚えと。なかった、今週は。うん、なんかね、いっぱいあった。それは仕事の方。プライベート。あ、プライベートの方ね。何があったの、ちょっと聞いてないけど。え、なんか楽しかった、普通に。なんか、楽しい期間があったけん、明日のコットン頑張ろうって思った。あ、いいね。うん。それは。そう。でも11月11日の誕生日までちょっと気が抜かないのがあれやな。ずっと覚えないかんことがいっぱいあって、10月27日終わっても11月4日のコットンのやつ覚えないかんし、はい、11月4日終わっても11月11日の誕生日イベントのこともあるし、だけど1回そこが過ぎるまではちょっとぼーっとしてられな。そうだよね。僕11月4日のコットンに出してもらいます。ぜひぜひ。はい、最前列で。やばい、めっちゃ近いっぽい。コットンクラブって最前列。あ、そうなの、うん、俺実際行ったことないか分かんないんだけど。レナもない。ちっちゃいっていうか、結構密集感がある会場なの。違う、なんか椅子、うん、椅子がある、席があるみたいな。うん、なんか本当はご飯とか食べたりとかするしながら見れるような会場っていうの。あー、なるほど。なんかこう、暴れるっていうよりもなんか車両付けな、なんか会場って聞いたな。はいはいはい、うん、いいね。なんかドレスとか着て出れたら似合うような会場なのかな。全然ドレスとか着らんけど明日。
明日面白いらしいね。明日面白い、明日面白いな。めっちゃ行きたかった。来て明日。うん、ね、明日面白いしさ、明日来れるよ。またさ、明日面白い例のおすすめやな。まあ、でも4日も面白いでしょ。4日はちょっとまだ分からん、やったことないけん、リハを。あ、そうか。うん、個人的にカラオケとかで練習とかしよったけど、うん、その本番のちゃんと感じでやったことないし、うん、まあでもなんかあれかな、あのディナーショーとかが好きな人は楽しいと思う。4日の方。うん、4日の方は。ディナーショーって感じの楽しみ方、まあのんびり聞くというか。うんうんうん、そう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 。でもご飯食べれるでしょ。いやなんかね、ただね、会社の人からは食べられんって聞いとったんちゃうけど、うん、コメントにね、食べれるんだってやったって書いてあったぞ。あら、どっち信じる、会社の人から。あ、高津さんよ、久々パワーくれた。おお、高津さん、こちらっす。高津さん、もうちょっとで誕生日やけん。高津さん、誕生日イベント来て。高津さん待ってますよ。いや、本当のね、タワーをね、くださいね。やばいやばい、本館とかタワーをもう立ててくださいよ、高津さん。じゃあ、来たね。ご飯出るとかいうの分からん、ごめん。だけどなんか、レナもそのおしゃれなご飯食べれてよかったねみたいな書いてあったんじゃけど、多分出らんって言ったら俺のお弁当と思う。あ、そうなの、普通に、うん、確かに、ホテルの仕事とかといいお弁当とかあるもんね、たまに。そうか、そう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 、なんかさ、いい会場だってさ、うんうんうん、普通の弁当だよ、多分ね。普通の弁当、レンガカラーのカクテルは知らんよ、カクテルとか聞かれてないもん。で、そっち系は何にも知らないわけだね、まだね。うん、レンガ知らん。明日自分たちが食べたいと思ったら食べれそうなら食べて。うん、で、それでその他のメンバーオリジナルカクテルとか売りようって、なんでレンガだけ売らせてくれんと。え、ちょっとこれは差別だな。差別やん、これは。おかしいぞ。いや俺もよ、え、じゃあ4日間に合うなら俺手伝わしてよ。な、どういうこと。そのだからバイトの方でいいからさ。あはははカクテル、俺バーでバイトしてたからさ。え、かっこいい、やらしてよカクテル。でも4年やってウーロンハイしか作れなかったけど、結果。え、難しいんですか。いや、覚える気がなかった。なんでよ、なんでよ。トークのことに精一杯だったんだけど、まあでもちょっとやりたい俺、そしたらね、カクテル作れるなら今からでも間に合うなら4日俺行くから。これノンカクテル、ノンアルコールノンカクテルじゃない、何もない、水で、ノンアルコール、コールカクテル、ノンアルコールね、うん、うん、作ろうかな。あ、でもそれやりたくない。やりたい。え、ちょっとそれ言ってくださいよ、上層部に。はい、ちょっと分かった。そうやってアルコール作ってもこっちに売り上げがないってない。いや、それは私も、あの、一オカミとヒデとして抗議しますよ、それは。なんで爽やか五郎としてのバイトじゃないですから、それは。オカミ、あ、バイト、僕バイトです、本当に、その日は。一オカミとヒデとして、ちょっと抗議させていただきます。あ、カズタカさん、カズタカさん、ありがとう、ありがとうございます、おはようございます、イエイ、ありがとう。いいね、確かに確かに。いや、でも本当したらなんか、レナちゃんのファンの人にお酒作りたいな。楽しそうね、うん、てかみんなおかみさん目当てに行きそう、ういって。あ、星来てほしいな、作ってよ。爽やかバー、バー爽やか、爽やかバーやばい爽やかバーやばい。でもなんか色、だからそれこそレイナちゃんっぽい色の爽やかな色のカクテルとか作れるよ、ね、うん、あれだってメンバーから水色やけど、うん、ちょっと爽やかに。いやでしょ、だから作れる作れる、うん、うん、え、それちょっと4日まで間に合わないのかな。できたら行ってもね。あ、たかふんさんがまた、ありがとうございます。なんか、ケイタがいないとすごいスタートダッシュがすごいな。あれ、ケイタがいないと。ちょっと待って、ケイタがね、メールしてるんですけどね。いや、そんなすぐ見れるんやったらショールーム来るやろ。そっか、なんか忙しくないかな。なんか実際ちょっと出かけてたらしくて。あ、そっか、そっか、うん、カズタカさんもう一個じゃない。おお、カズタカさん、さっす、いえ、いや、すげえすげえすげえ。あ、ケイタタワー入れて。あ、ケイタタワー入れようよ。タワー入れてもらったら一体。あ、ケイタタワー入れてみよう。マジでこれは見らんやろな、ただ見らんと思う。ん、見らんと思う。これ高部さんじゃない。あ、高部さんだ。うわー、高部さん、ちょっとやり合わないでください。僕らを取り合わないでください。どういうこと、どういうこと。高部さんと勝高さんですごい今ボン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 って。そうだ、うん、そうだ、そうだ、4個連続でね。ありがとうございます、ありがとうございます。実際お二人は高部さんとか勝高さんは来てくれるんですか。あ、ライブ勝高さんも来るの。え、え、そうやろ。うわー、勝高さん、ちょっと止まんないっすよ、もう。
え、てか高部さんと和高さん、高部さんちょっとこれは高部さん、高部さんね、和高さんとさ、高部さんはさ、レナに会ったことあんのかな、生の。いやこれすごいわ、もう僕こういうことで、まあボケというかお笑いというか、こういうノリに付き合える人って素晴らしいと思う。和高さん4日は行くよ。あ、4日だ。山根さん、山根さん来た、横槍の山根、うん、カズタカタカブ、カズタカタカブ、山根のカズタカ来た。でね、山根さんは顔わかるけん、うん、この前ラジオでも話したけど、山さん顔が一致したところ。ああ、うん、そっからもカズタカさん来てますからね。カズタカさん、ありがとう。これね、カズ、カズってかね、メモリお願いします。ちょっとね、他の皆さんがちょっと焦り始めてます、うん、おいおいおい、ちょっとちょっとちょっとっていう、わらわらとはついてますが、はい、ちょっと今髪の毛ちゃんといつもしてるのにさ、いっぱい踊ったりとかしてもうねっとうわ、ここは。だからほんとに1日頑張ってきたわけだね。そう、1日長かった、うん、しかもなんか最近レイナ、うん、生活習慣がなんかちょっとやっぱり、なんか YouTube とか見ようせいで夜遅いんですよ、寝るのが。いいやね。だけんね、うん、なんか仕事がね、うん、13時とか12時集合って、ああめっちゃ早いんですよ、レイナにとって。もう苦痛でしかない。本当マジやばいんですよ。あ、もう全然睡眠取れんくて、で昨日も寝よう寝ようと思ったっちゃけど、11月11日の誕生日にね、うん、フォトブック出すんですよ。ああ、それね、フォトブックのチェックとか全部レイナがしようけん、そんなん言ってね、パソコンとかずっと見よくやん、うん、で気づいたら朝6時とかなんですよ。受験生じゃん、やばい、うわやばいと思って。でもすぐ寝られないんですよね、 YouTube になんて寝られんけん、その後ね。そうルーティンがある、ルーティンがあるけど、やっぱりで、そっから YouTube とかも言っても7時8時なんですよ。でなんか最近寝不足がやばくて。そうなんだ、やばい。だけどもう誕生日過ぎたらとりあえず全部が落ち着くれなの。ああ、そう大変だね、11日まではちょっと寝不足だね。寝不足やな。そっからこう夏休みとか取ったりするの。夏休みって言うのもおかしいか、なんかどっか遊びに行ったりとか、まあ、何も考えてない特に。あれね、なんかね、外に遊びに行ったりとかあんま好きじゃないけど、外とか国内、あ、じゃあなんだ、旅行みたいな。うん、そうそう、なんかなんかあった時に悲しくなる、家族に会いたくなる気がする。純粋だけどあんまりちょっとタクシーで帰れる。え、ケイタ来たって。え、待って待って、どこ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 、ケイタいるってどこ？どこ？ケイタコメントしてるよって。あ、これだ。これか？上場軍団鈴木ケイタ。ケイタいるぞ。やばい。本当か？なんでこれさ。本当か？じゃあちょっと待って。俺らしか分かんない質問しようよ。本当のケイタだったら答えられるんだ。え、待って待って。え、鈴木さんなら入ってって。どこにいるぞ？今ね、上場軍団鈴木ケイタって名前の人がいたの、確かに。あ、それが鈴木さん？でも嘘ついてる可能性もあるじゃん。だから俺ら意味を感じるよ、入ってこれだから、これは嘘じゃん絶対、うん、ほら鈴木、スズメ敬語、いやこれは先週も言ってるから、ちょっと僕から質問しますよ。高校時代、僕ら一緒の高校だったんですけど、鈴木啓太は休み時間彼女と何をしてましたか？これは本人しか知りませんから。鈴木啓太は休み時間必ず彼女と何をしていましたか？何かな、うん、いやこれはどうかわかんないですよ本当に、うんうん、これは答えられないよな。打つのに時間かかるのかな。打つのに時間かかるんじゃないですか、やはり。でも携帯くらいだったら、うん、ペンペンできるじゃん。そっち系ですか？いや全然全然、なんか変なことみんな書いてるけど、え、みんなやばだから、これはみペンライトしてます。合ってます。合ってます。合ってます。廊下でハグ、正解です。あれ、休みの時に彼女を一回廊下で必ずハグして返すっていうのを鈴木さん毎時間やってたんですよ。鈴木さん盛り上がってます。合ってます。あ、鈴木さんです。本物です。はい、やばよかったよかった。本物か。ウケるわ。廊下でハグ、必ず廊下でスッとハグして返すっていう。いや面白い。これ鈴木さんです、間違いないです、はい、若いね。若い若い。みんなそれを先言っとったね、想像が。全然そんな、だからもうみんなが言うような答えありませんし、うん、はい、鈴木さんも揃ったということでね。いやそうですね、だから一応ある意味みんな揃ってる。自宅参戦っていう感じですけど、新しい新しい。ああいいですね、ありがとうありがとう、ありがとう、うん、すごいよ、うん。
チョコのコーナー早くって進んでたの。いや好きだったんかい、あのコーナー。まあ楽しいかな。いや俺も今日持ってきたけどね。レナも持ってきてますよ。まあまあまあまずですよ、それはもうちょっとしてからね、うん。だっていつも21時、20分、30分だよね、チョコのコーナーはね。そうですね、うん、若干後半戦に行くとこだ。そうだよね、21時じゃないね、22時じゃない、うん、いや、分かってたけどもいいかと思って、そういう数のことかなと思って。いやね、ほんとに。何喋ろう、今日のんびりしようよ。のんびりね、うん、むしろ、和孝さんとか高部さん、山根さんとか、こう、なんか喋って聞きたいことあります？じゃ最後か。じゃ最後や。じゃ最後だな、うん。コットンのグッズ見たよって、ありがとう。レナが考えたんですよ、コットンのグッズ。あら、見たい。パーカーでしたっけ。パーカーと帽子も、帽子もそこでもらえるんじゃなくて発送して。へえ、そうだ。え、ねえ、聞いて、みんな、あの普通に話すけど、コットンクラブで直接そのキャップ売ってるんですよ、コラボして、はいはいはい、スターリアンっていうところとコラボして売ってるんですけど、うん、そのコットンクラブの会場で手渡しができるようにその帽子をやりたいって言ったんですよ、うん、なるほど、うん、変わっとった話が一番ないか、発想になった、ちゃんと発想になっとった、発想を持って変えさせていただきますのやつね。でちょ、やっぱさ、会場に来た記念が欲しいんですよ。レナもわかる、モーニング娘。のライブ行った時に、うん、やっぱり初めて行った時ね、うん、まだあのモーニング娘。わかるよ。うちわとかをね、その場で買った、その場の記念が、その場のテンションってやっぱお金出しちゃうんですよ、ポン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 。で家に帰ると冷静になっていらないんですよ、うちわとか。1週間後に帽子送られてきてどうなんだってことだよね。そう、その時にみんなにちゃんと、うん、もう手渡しとかじゃないよ、手渡し企画とか初めてしたら手渡しじゃなくて普通に売るってことだよ。コットンで、うん、その前もって注文してくれた人に、うん、コットンの会場で渡しますよっていう風にしたいですって言ってたと。レナ、わかる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 。なんもレナに連絡なしに変わっとった。そういうことよ、これ、うん、こういうこといっぱいある。俺言わないようにしてたけど、一回だけ言わせて。それでハロウィンパーティーもなくなってるから。そう、もう言わないよ、今日はもう。あー、そうか、本当は今日、本当はこれハロウィンだったからな。ね、忘れとった。そうだよ、本当ハロウィンだったんだから、ね、確かにオールするつもりだったのにな。そうよ、本当にそのテンションで、レナちゃんはコットン、俺らはそのリーグのまた地方なんだよ。そうですね、ね、その気持ちだったの。俺はもうテンション上げ上げで行こうと思います、うん、ダメでした。やっぱりね、あ、タコブソ、本当すみません、ありがとうございます、本当にありがとうございます。まあでもそれ大人のあれなのかもしれないけど、でもそうやって制御してくれてる、まあね、まあまあまあ、だけんコットンに、コットンって制限されてるじゃないですか、人数は。うん、そう、キャパが狭いけんね。そっかそっか、そうなんですよ。だけん、そこにコント変われんっていうのを会社は辞めたかったのかな、もしかしたら。だって注文にすればコットンじゃない人も注文できるわけじゃないですか。あ、そういうこと。いや、知らんけど。あ、そういうことか。それしかない、ないですか。あ、それはちょっと寂しいな、その考えは。ゴロ好きじゃない、レナも、レナも好きじゃないゴロ好きじゃない、だからやっぱりそのカズタカさん、あ、カズタカさん、ちょっともうタカブ入れりゃカズタカ入れてのやつでしょ、もう天丼、天丼、天丼好きだよ、本当にうん、そうそうそう、そうな、やっぱその空間に来てくれた人がね、まあ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 、もらえるっていうのは、もう買えるとかの方が楽しいんだよな、本当に。そっちゃんね、だって来てくれてありがとうっていう気持ちも伝わるかなと思ったけん、わざわざ足を動かしてまで。なんかさ、うん、高部さん、あー、それじゃ高部さん、なんかレイナちゃんのそのキャップとかをさ、それ結構街でも被れる風なやつにしました。 あのいいね、でも、どうかいな、キャラクターがいるんですけど、ここに。でもそんななんかデビルちゃんみたいなドカグに住んでやめようと思って、レイナのデザインってわからんようにしました。あ、なるほど、うん、でさ、例えばそれをさ、街で被っててさ、あって見つけた時さ、なんか嬉しい気すんだよ、俺は。あ、レイナがパッてるとか、レイナちゃんもそうだし、その来たファン同士が、うん、あれ、あの日来た人じゃねえみたいな。あ、なるほどなるほど、そう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 、それで声が芽生えるかもしれない。俺はそういうことだと思う、うん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 、俺はそういうことだと思うね、うん、そういうことだよね、うん、そう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 、恋、それはいいと思うけどね、その女子も。だからこのベルトのキャップをかぶってる女子は、声かけても OK みたいな、その帽子をかぶってる男子が。え、帽子同士がってこと？そういうこと、そういうこと。帽子同士は声かけ合っていいっていう。そしたら絶対女の子かぶらんと思うよ。
そっか、嫌 やもんだって知らん人に声かけられるの。 それやるとこはね。うん、いける。初めてやったな、コラボとか。いいね、そんなね、楽しそうだな。で、パーカーは、なんか、なんで作ったかっていうと、うん、これレナを使いたい、いつもレナグッズ作ってて、自分が使いたいこと考えて、あの、作るんですけど、なんかあのリハとか稽古とかの時に簡単にこう着れる薄いパーカーを欲しいなと思って、うん、ずっと昔モーニング娘。時代に作ったパーカーがあって、はい、それをずっと着てるんですよ、今だに。でちょっとそろそろ新しいのにしたいなと思って、今回ちょっとレイナの直筆のデザインを出して、まあ、いいや、でも4日だけは見れるもんね。あ、見れるかな。あ、4日もあるかな。4日もあります。4日にもあります、皆さんご安心を。そう、それはだけレナとマジでお揃いになれるよ。あ、そっかそっか、もう絶対切るもん。ガッツリ切る切る切る、リハの時絶対切る。1個目のパーカーは何年ぐらい着てたんだよ。その例何年、え、ね、いつっけ、あのバスツアーのやつ、福岡のバスツアーですよ。いつですか。22歳の誕生日の時かな。22歳の誕生日の時に出したパーカーを今でも着てるってことです。物持ちいいな。物持ちいいよね。物持ちいいんですよね。2012年だって。これ前からかな。物持ちいいな、素晴らしいな。2011年結構な、結構前だね。じゃあ7、8年前か。でも4日もありますから、うん、ぜひね、うん、明日もあるし。そうだよね、明日もね、早速だよ、本当に。いやー、楽しいな。いろいろあるね、でも、いっぱいある。ね、今月、違う今年の11月、マジで盛りだくさんだなーって思う、イベントがいっぱいある。あれ、あの怖い話ライブの11月ですね。怖い話もうすぐだ、まだまだと思ったら。めっちゃ受け身側なんだよね、一応。でもこの前、うん、あの大夏さんの大地さんと2人、大地さん、大地さんが後々の司会ってことが決まって、そう、福岡の時一緒やったけん、怖い話出ますよね、あ、やっぱレナちゃん出るよねってなって、なんか味方が増えたけん。あ、知ってる人、大地さん一応知ってる。あ、そのイベントの時いっぱい喋ったけん。そう優しいもんね、絶対。怖いの好きって言われて、大っ嫌いですって言ったら、俺もって、なんで俺だろうって言った。あ、だからそっちの方がいいんじゃない。やっぱ見てる人、面白いも怖いものをビビってる人を見たいんじゃない。やっぱ、あ、そういうことか。だけど2人してもうずっとうんうんって聞くだけにしようねとか言って、あ、ほんと守り持ちましょうとか言って。いや、そうだよな。でもそういう人がいないとな。怖いよ、別に平気だし、釣ってるやつばっかでもつまんないしな。確かにね、実際怖いからな。いや、マジ心霊スポットに行ったことあるないで、ね、そんなの遊び半分で行ったら首切られる。いや、罰が、罰重いわ。クソなる、罰が重いわ。いや、本当にマジで遊び半分でやめた方がいいってね、取り憑かれたけん、もう、まあ、本当にマジで。そうやな、レナちゃんたまにそういう怪奇系あるからな。そうなんですよ、マジでやめた方がいい。いや、まあそうだよな、怖いな、本当に。首切られるってすごいじゃん。なんか若い頃はね、なんかそれまでもなんかダンスしていて楽しいけんはみたいな感じとかあるじゃないですか。あったもん、小学生の頃とか。もうずいぶん若い頃だな。小学生の時に夜中に小学校に乗り込んだりしてたんですよ。あ、でも懐かしいですよね。女の子だけやったらめっちゃ怖いと無理だけど、やっぱダンスとかで行くと楽しいんですよね、それが。まあそうだね、もう今無理。ダンスを追ったところで家で遊ぼうって思う。冷静にね、冷静に。いや、変わっていくもんやなって思いました、考えて。切なくもあり、別になんか、でそれは成長しますよ。まあね、俺さ、今週かな、来週かな、自分の母校の学園祭に行くんですよ。うわ、いいね、しかも小中も同じタイミングで2つあって、で、なんか打ち合わせみたいなの昨日とかもあって、何十年ぶりに小学校とか行ったら自分の、いや、もうすごかった。なんか変わってました。あ、変わってたって分ももちろん変わってたし、変わってないところも残ってたけど、なんか子供たちが本当に、今回やったかな、本当超ちっちゃいんだよね、やっぱね。小学生ってめっちゃちっちゃいなと思って。ちっちゃい、うん。だけどすっごいさ、なんかサプライズで出したいんでっつっても、多分もうお嬢さん出てきたらもうグワーなりますよって言うんですけど、いや絶対ならんなって俺思って、今からってもう祭り上げられてる感じなんだよ。そっか。でも僕行くのが楽しそうだよね、でもね。うん、楽しそう。なんかレナ自分が知らんのに、なんか中学校とか結構知られてて、あ、まあ出てるんですけど、言うんですよ。まあまあね、なんかインスタの DM とかに、なんか
後輩ですみたいな、同じ中学の後輩ですって全然被ってないんですよ。うん、なんかその被ってなくても同じとこ行ったらなんか後輩になるじゃないですか、勝手に。まあ、勝手にな。そうそうそう、で知らんけどと思ったけど、でも一応同じやつに後輩かと思って。あと最近友達になった人がライナの隣の中学校だったんですよ。偶然めっちゃ偶然、私もないですよ、その お互い中学校いいよって、え、泊まれよみたいになって、年も近いの、あ、年は、でも、3個ぐらいしたかな、うん、じゃあまあ、超頑張りや共通友達でそうだよね。あ、そう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 、あ、でも今未だに、未だにっていうか、それはまた別の友達、タメの友達は共通の友達います。あ、そうなんだ、やっぱ、うん、いました。それぞれ分かるってこと、え、分かるってこと、え、友達って言うの、マジでよう繋がったね、こことか東京ね。そうだよね、福岡だもんね。いやー、なんかいるんだな、でもねー、頑張ってんね、みんな東京で。東京なー、ダレナちゃんがちょうど今回の誕生日ぐらいでもほぼ東京のが多くなんだよ。そうですね、そうだよね、うん、東京逆転だ。逆転したわ。そうだよね、うん、やっぱ福岡久々帰るとやっぱね、なんかいいなって、帰りたくないなって。おっ、カズタカさん、ありがとう。そしたら、不意にカズタカさん、不意のカズタカ、不意に、ありがとうございます。パカフ、あ、タカムさん、タカムさん、ありがとうございます。このノリができるのはもうすごいな、でも本当に、素晴らしい、嬉しい。じゃあ今日こんなに入ったってことは、レナ誕生日近い時のショールームはさぞかしやばいんでしょうね。振りが下手だな。振りが下手、棒読みでしたね今。まあまあ、でも本当にそうなんだな。今自分の笑った顔が三角形でバカフックになってる。見た、え、見た今。顔三角になった。顔が三角でも何？マジ？なんかどんな笑い方するとかやな。乗り移った？あ、カズタカさん乗り移った大丈夫なに？カズタカさん、もありがとうございます。ありがとうございます。お前何やってるの、この二人すごいね。やばい、いいな、遊びたい、一緒に遊びたいね、うん、いや俺も本当普通にレナちゃんが遊ぶとなるとまたファンの人とかなんか文句言われちゃうからあれだけど、俺だったらいいだろじゃあさ、高部さんと和孝さんさ、あとでさ、おかみさんのツイッターにさ、あの、LINE だっけ、何、なんか誰も見られん、あの、メッセージあるんですよね、ツイッターにも。DM って言うんですか、インスタじゃなくて、ツイッターの。ダイレクト、ありますよね、ツイッターにもありますよ。本当、個人的に送れるやつ。そういうのでだって出会いがあるとか言うじゃないですか。あ、あ、言うな。うん。めっちゃ声大やばい。いや、よく言うなと思って。そうそう、そこに送って、和孝さんと高部さん。LINE の ID を、おかみさんに本当に来たとします。 LINE の ID? あ、いい人だよ、ケイタに送らすか。俺、これそういうの全部ケイタの。なんで？昔から何かがあるとケイタの電話番号とか全部教えてやってもらってた。やば、俺、そういうのちょっとすっごい怖くて鈴木さん何？鈴木さん平気やろ。だってよく知らないおばあちゃんとか連絡先教えてた。え、なんで？だ、地方とか行った時に、花束とかたまにいただくじゃないか、なんかさ、仕事の時、うん、で、持って帰れない時にいつもそキオスクだとか、そういう駅員さんとかのおばあちゃんとかに俺あげるんだよ、結構、うん、それはみんな芸人さんとかやるんだけど、うん、頑張ってねって、すごいそれ当時あげた時にすごい泣きながら喜んでくれたおばあちゃんがいて、でもこんなのはもう初めてですっつって、で、僕らもこんなのいただき物ですし、せっかくですけど仕事で持って帰れないんでっていう、あれなんで、いえ、でも本当嬉しくてっつって、どうにかしてお返しがしたいですって言ってきて、うん、おばあちゃんが、おばあちゃんが、でもそんな言われてもいやもう、もう気持ちだけで十分ですって言うんですけど、でも本当にって言うんで、俺はケイタの連絡先、住所も全部教えて僕こういうもんですっつったら、何ヶ月後かに手作りの陶器が何個も送られてきたんで、ケイタの家やばい。そう、ケイタだからその陶器使ってるって、ちゃんと。でもそれは使いますよ、うん、てか、おかみさんがやばいわ。なんで教えるこれ、自分の住所ですって言って鈴木さんの、そうそうそう、それもいつもよ、マジやばいっちゃけど、それで、うん、え、鈴木さんそれ名前言わないんですか。もちろん言わない。あ、オッケーみたいな。あ、ケイタに言わないから、それ教えたよって勝手に東京送られてくるって。あ、そう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 。え、ちょっと待って、うん、え、これ高部さん入った今。あ、え、入ったよね、高部さん入りました、ありがとうございます。すいません、うわ、おばあちゃんの話に感動した、ピュンかな高村さん今日えらい長く見てくれるやん。確かに。
がとう。ありがとうございます。え、電車で会った高校生と目、あ、何これ鈴木さんなんかいいのかもって。あ、目、何これ、メール、メール、多分電車だった高校生とメールした事件もある。はぁ、学園祭かなんかの帰り道にその高校のなんか俺らもそこサンドイッチマンと僕ら上場行くんだね、2組行って帰りに電車で帰ってたの。もうタクシー使えねえから俺らって、うんうんうん、電車で帰ってたらその高校の学園祭の生徒たちと同じ電車になっちゃったの。うん、さっきまでいたやつだってなるじゃん。ああ、それまあちょっといい意味盛り上がったんだけど、俺がもうテンション上がっちゃったから丸乗りで、うん、学生交換しろよっつってケイタとその学生たちに連絡先交換させて、その時サンドイッチマン伊達さんも連絡先交換させて、そう、芸能人と一般の子が、高校生たちがやばで、その交換した高校生とかが、もう俺はもうこれ笑っちゃったんだけど、高校生が連絡先を変えましたって日があったの、メアドをで、メアド変えましたってこっち側に送ってくるだけでも面白いのに、面白い、それを一斉送信してるんだよ。わかる？もう20人ぐらいの中に知らん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 伊達知らん知らんケイタとか入ってんの。いや、そこはお前気使えなって思ったけどね。やっぱ分からんちゃろうね、うん、うんうんうん、そこはおもろかったけど、で伊達さんももちろん優しいし、うん、ケイタも全然そういうの笑うから、で、しかも向こうから言ったらそれがケイタか伊達さんかどうか分かんないと思うけどね、実際は。そうそうそう、あの名前が出らんけんね、出らんけど、うんうんうん、まあでももしかしたら分かる、うん、メール3回来た。そいつからメール、たまにその高校生がたまにメールとかしてくるんだよ。だって元気見て、おお、そうそう、普通に、うん、そういうのあったよ。わあ、結構ネタでさ、その名前と電話番号だけでも覚えて帰ってくださいみたいな、よく男性のつかみとかさ、営業に行って、うわうわうわ、うっ、ちょっと待って、え、高森さん2個ってことは2連続かよ。なになに2連続。ちょっとびっくりだな、これ高森さんすごいじゃん、なんかもう今後ケータ来ない方がいいかもな。なんで、うん、ちょっとケータねえねえ、まあ、こんかったらタワーが入る、見やすいのかな、見やすいんじゃない、見やすいのかな、うん、まあ、ちょっと2人やったら画角も大きいしね。うん、いやーすごいね。いいな、でもなんかそういうネタがあるっていいですよね、お話の。まあ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 、なんかね、でも、レイちゃんも言えることじゃないことなんかいっぱいそうじゃない、わかんないけど、その…あ、まあね、裏ではある。そうそう、アイドルとして、アイドルとしてってやっぱり言えないことたくさん、俺だって何でも言えるから、基本。何回の、いや、うん、アイドルとしてとかじゃない、人として、うん、もちろんもちろんもちろん、何回の、なんか超仲いい人やったら、うん、それも含めてねえなよねって分かってくれたりとかすることもあると思うけど、やっぱり知らん人にレイちゃんのことをちゃんと、うん、こうやって画面上とかですとか、プライベートのレイちゃんを知らん方ってやっぱりちょっと作ってる部分もあると思うんですよ、個人的に。みんながレイナってこういう人だ、はいはいはい、そうだね、そうだ、その期待を裏切ってしまうかもしれないんですよ。そうだと思うよ、うん、なかなかね、やっぱり今でもね、発言とかめっちゃ気にする、気にしないと思われてるんですよ、これ。でレイナもめっちゃ気にしとんけど、めっちゃすると思うよ、言いたいことな、30% ぐらいしか言ってないけど言うけど。でもさ、ショールームはまだ言えてる方なの？あ、結構結構言えてます。そうだよね、うんうんうん、ショールームは、うん、50% かな。そうだよね、うん、それはちょっと思うな。全部言っていいなら、うん、絶対面白い自信あるもん。いや、おもろいよ、だから俺は本当にそのもう別にそれはダメなレイナちゃんと思わないんだよ、うん、それは素のレイナちゃんがおもろいと思うから。しかも事実を述べようだけやろね。あ、うん、いやいや、もうだからそれはもういつか、うん、どっかのタイミングでいいんじゃない。レイナが芸能人辞める手前でじゃ言おうかな、こういうことあってね。いや、そうなったら芸能界はほっとかないよ、むしろそっちの方が面白いんだから、はっきり言って人って。ああ、そうか、うん、自分がもう辞めたいと思った時に、あ、でもそれもあるかもよね、もうどうでもいい、どうでもいい、もう全部辞めてしまって専業主婦なろうって例えば思った時に全部ぶちまけて辞めるとか、うん、ダメだ、それはなんか黒歴史だ、辞めよう、そう、辞めなくていいんだと思うんだけど、うん、よく言うけど、もうどうだっていいやって人が売れるっていうからね、そのそう、とか言う人もいるからさ、まあまあまあ、それはそれ、それだからってみんなが期待を裏切るような本当にひどいこととかではないと思うけどね、うん、ただ面白いことはすっごいと思う。あ、それは自信ある、なんかモノマネとかしながらしかも伝えるけん。それはマジで友達に大人気。あ、本当、うん、
でもケータを皮切りにさ、チョコレートがあるとみんなそろ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 一回取ってるんだ。そこやります。じゃあ行きますか。うん、いいですよ。取りに行こう一回。画面から消え去ろう。センター、これはどっちかだな。今日の僕のチョコはレイラちゃん、ハマるかハマらないかな。くれないからいいですか。あ、いいですいいですよ。いしょ。あのね、はい、これです。じゃーん。いや、ゴム袋であるんですけど、今でもおかみさんにしか渡さん。レイラ食べたくないぞ今。ドキケ。違う違う、レイラこれめっちゃ好きなんですよ。これめっちゃ美味しいよね。これ何でしたっけ名前。リン覚えてある。違うと思う。リンドール。あ、リンドール。なんていう名前これ。リンドールだって。リンドール。これめっちゃ美味しいんですよ。はじめましてです僕。これね、レナ思い出があってね、このチョコレート。なんで知ったかっていうと、数学女子学園っていうドラマをやりようときに、レナとサユと桜通りくんっていう俳優のことを一緒にずっと3人でいる役だったんですよ。道の名前なんですよ、これ。あ、そうなんですよ。え、女ですよ、マジで。え、桜通りって言うんですよ。ほんと。そう、で、召使いの役やったし、年下やけん、マジ弟みたいで、レイナさん、レイナさんって、ご飯持ってきましょうかとか、めっちゃやってくれる子なんですよ。そう、で、その子が、レイナがチョコレート好きって知って、なんか、その、やっぱドラマとか初めてやったし、モーニング娘。で仕事しながらドラマやって、いつも顔がこうなったんですよ、裏で。そう、レイナさん、今日ね、これ食べて元気出してくださいって言って、いつもね、チョコレートくれるんですよ。で、その中にこれがあって、おすすめのがあるんですよ、僕に。ネットで頼んだって言って、大量に頼んでくれたって、何回かくれたんですけど、一番最後の、その、選手力の撮影の終わり、クランクアップ。クランクアップ、はい。の時に、どっさりくれて、その時じゃないですよ。いい子。そう、それで知って、美味しいなと思って見つけて買った、この前。さっきのおばあちゃんの話に続きなんかして、今日はいい話だったんですね。ほんと、桜田通りくんはいい子。マジで。桜田通りって名字？それ、桜田。で、通り。すごい !246 みたいなことだもんね。ははは。一回言ったんですよ。え、ね、桜通りってさ、なんかさ、道の名前じゃないって言って、一回ちょっと、みたいな感じで言ったら、そうなんですよ、みたいな。僕、それなんですよ。すごい、うん。ちょいちょい出てますよ、結構、テレビ。あ、そうなんだ。うん。出るね。食べてみてください。一回噛んでから、中身見てください。ん？なんか、いい感じじゃないですか。これ、あえてのこの常温。わかんないですよね、常温が好きなんですね、チョコ。めっちゃうまい。これめっちゃ美味しいです、マジで。え、こんなふわふわしてんの、これ普段から。常温やったら、めっちゃうまい、うん、めっちゃうまい、めっちゃ美味しいんです。うん、みんなも食べてみて。うまい、これうまいね。ですよね。高いの。うん、コンビニとかに比べるとやっぱちょっと高めです。ああ、うまい。でもいっぱい入ってお一袋に。うまい。うん、これマジで美味しい。めっちゃ濃厚だし、ふにゃふにゃってしてる。ふわふわっている。もう一回名前教えてって。リンドール。リンドール。これ見える。見えたな。ね。うまい。これうまいな。3個いけるわ。3個結構よこれ。濃厚だから。確かに確かに。うん、こういう裏話楽しいだって。よかった、今ふと出した裏話。桜田通りくんの。どうだよ、ショールームだから50%出してますからもう、はい、いっぱいありますよ。その数学女子学園の時にエキストラでやってた女の子がいっぱいいたんですよ、学校の役、学生の役。青山通りくんとか。違う違う、女の子で、エキストラの子がいて、でその子が最近レイナが悪の娘に出演した、うん、あの劇団の人がいて、その人とその子が共演した時にレイナのことが好き、レイナの T シャツ着ながら稽古しよったのを、その人がレイナに写メして送ってくれた、レイナのこと好きな子がいるよって。でこの前レイナはその劇団の舞台を見に行って、うん、でそこにその女の子も来てたんですけど、うん、その女の子がお久しぶりですみたいな感じで、うん、手紙とか。止まった。これ始まってます？これ始まってます？皆さんすいません。本当すいません。レイラちゃん、帰りました。私頑張ってみたんですけども、レイラちゃん帰りました。
あのすっごい歌取れたんですけども、レナちゃん帰りましてさあさあほんとさあで、ということで今日も本当にお開きしたいところですけど、今日レナちゃんのいいとこが来てます。あ、双子のあれレイカは来てます。レイカヤッホー、ちょっとレイナちゃん帰ってきて。画質悪い、嫌だな。ごめんね、ちょっともう、レイナ、どっち、レイカ、レイ、ごめんね、うん、なんかさっき飛び出てったよ、だけ服だけもらったとりあえずガシャンってなってね、うん、よかったよかった。なんかもう、なんかいい話しちゃったっぽいよ、うん、すごいいい話してたとこで、うん、バチコン止まりましたよね、らしいね。ただね、皆さんこれだけ聞いてほしい、レイナちゃんはあの止まった後もほぼ落ちまで話してましたからね、皆さん純粋ですか、彼女はもう突っ走ってました。わ、ワックワック、ありがとう。レイカになっ、レイカが来た瞬間にレイカファンいた、やばい、ワックンレイカのファンだ。あとさ、タッキー止まってる間にね、300もうね、300人増えたからねなんで止まってる間に約300人増えるってどういうことよ。でも携帯やっぱ画質悪い。ごめんね皆さん。まあ、でもこれがね、生のあれだってことで。これね。そうやな。こっちもどこ？あ、ダメか、そしたら。見えんちゃん。いや、面白かった。ケイタ、俺が繋いだって書いてあるけど、全然だよ。ただ俺からのメールを打つ速さすごかったけどね。早かった。パワッて、本当に。早そうって言った。早いって。あ、はい。いいよ。今日はレナで持っといて。俺も本当は白で来る予定だったんだけど、白さんちょっと白さんちょっと別、白これやった、白別あるみたいな。ちょっとレイナ呼んでくるじゃん。あれ呼んできて、あった、うん、俺ね、レイカ呼んでくるから、多分レイカちゃんって呼べると思うからさ、本当に。あ、どっちねえ、レイナレイカちゃんね、うん、よかった、帰ってきたよ。さっき話しちゃってないな。本当だよね、どこまで話したか忘れたけど、45分だ、21時。じゃあ俺チョコ行ってく、忘れとった。絶対忘れられてると思ったけど、一応行こう、これ今回じゃん。ねえ、それ家にある、えいちごバージョン、違う違う、いちごじゃない、レナいちごバージョン、いちごじゃないよ、分かった。ね、これ抹茶、濃厚抹茶バージョン。え、抹茶苦手、ジュジュエンの抹茶が好き。普通の抹茶、分からん、食べたことない。まあ私もなんですけど、抹茶好きですか。いや、私は。え、なんで、なんで、なんでじゃあ。レイナちゃんかけだったの、女子って抹茶好きなって思って。レイナ女子じゃないもん。え、別に嫌いじゃないけど。え、レイナ女子じゃないんですよ、知らなかったですか。レイナ性転換したんですよ。で、どっちからどっちですか。え、男から、あ、性転換してない。ん、ね、本当は男で。あ、男だったの。そう、ファン、皆さん聞きました、芸歴10、もう15年目にして初告白つけたの。告白、もうそろそろいいかなと思って、もう疲れたの、隠すこと。男だ、もう男なんですよね。これは衝撃よ、あれまた新しいキャラクター出てきたかも、もしかしたらレイナ、レイカに続くレイスケ、レイスケ。待って待って、レイナは別にキャラじゃない。え、レイナもキャラでしょ、いるんですか。本当はいるんじゃないの。別に田中のり子みたいな。怖い怖い怖い、しかも名前出さん今の。ていうか、やば、食べます、一応食べる、うん、うん、せっかくだから開けてみようか、うん、食べれないことはない、ないです。お、うわ、食べたことあるレイナ、これマッチバージョンも、うん、ほら、いろんな味食べたことある。どう、え、なんか美味しかったでしょ、たぶん。出てみますじゃん、うん、もったいないですよ、でもなんか全部開けんの。いいよ、じゃ持ってって、これ、うん、え、なんで、え、いらん、うん、でっかげっていい、この話していい、なんですか、ちょっと食べる前にね、あの、俺さ、以前さ、レモンポッキー、レモンポッキー持ってきて、うん、ね、俺ね、レイちゃんマネージャーさんにね、うん、俺あげたの、帰り、うん、ね、うん、で、まあ、あれだす、その普通に、まあ、若い子が言ってくれんじゃん、して翌日俺ちょっと事務所にさ仕事に行ったの、うん、そしたらね、応接室のね、みんなに食べてくださいってコーナーに置かれてたの。俺のレモンポッキーが、それでさ、そこまで頭でいいんだけどさ、誰一人取ってない、誰一人取ってない、
悲しかったよ。それちょっと気まずいですね。でも俺もうマジで、うん、本当に気まずい顔してたもん、それ伝えた時。気まずい。バレたって。それ気まずい。誰も食べてない、誰も手つけてなかった。でもなんかあれはつけにくいですよね。ちょっと、あの勇気がいるかも、ちょっとだけ。そう。ちょっと色がね、あ、ちょっと和孝さんが。あ、和孝さんありがとう。ありがとう。食べたら美味しかったっちゃけど、あのポッキー。そうでしょ。やっぱ食べる前が結構なんかカラフルすぎて、なんかポッキーってなんかチョコレートのイメージしかないけん、なんかやっぱりちょっと。だってデココッキーみたいな書いてたもん。デココッキーなんですか。デコポッキーの話。もういい時間ですから。そろそろドローンしますか。ねえ、噛みすぎ今日。食べましょうよ。だから開けんのに行くで言ってた自分じゃん。待ってたんだよ。しかもちょっと溶けと熱いとかやな。あ、ここ多分今暑いね、今急にね。ね、今急になんか下がった。どれも開けないです。めちゃめちゃカレー。あ、めっちゃ溶けてますよ。そうなんですよ。じゃあちょっとどうぞ。これどうしよう。いっちゃって。お、どうなの。うわ、めっちゃ濃厚っぽいけど。普通だけはやめて。どっちかにしてよ。どうせこれまた明日応接間に置かれるんだろうから俺でも、うん、ね、これ抹茶の、うん、抹茶苦手な人でも、あ、なるほど、食べられるっちゃけど結構抹茶。どっちだよ、どっちだ。抹茶のお茶飲んだみたい、本当に。あ、じゃあ後半が抹茶だ。うん、初めチョコの感じ、初めミルクっぽいっちゃけど後味が抹茶飲んだ口。へえ、茶道かな。いや、まとめ方下手っすね。茶道でした、これ全体で。茶道。でも結果的に、じゃあ俺ちょっと半分食べる。お茶菓子、お茶菓子食べたいなって感じ。うん、うん、ね、茶道じゃないですか。あー、わかる。なんか、きますよね。なんか畳って感じ。わかる。畳の味ってこと？味っていうか、なんか畳とかの雰囲気感じる。そう、すっドンってくる。目つぶって食べたら畳にワープする感じ。ドンって感じだね。うん、あ、でも俺も抹茶普段そんなにいかないけど、うん、いけるいける。うん、美味しい美味しい。なんでこれ買ってきたんですか、まず。だからかけ、俺もあんまいかんのに。俺いかんけど、これコンビニで見たことないんですけど。これちょっと別のとこで仕入れてきたんで今回。マジか。はい、僕結構このコーナー意外といろんなところ仕入れてきてるんだよ。え、そうなんですか。だってグアムのお土産で買ってきたりだとかさ。あ、そうだそうだ。本当に売ってないもん買ってきたりとか。コンビニで普通に買ったこと一回もない、まだ。え、あ、先週、あ、だから先週一応あのまーちゃんがおすすめっていうので買ってきたけど、うん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 、まあ何かしらも一応あれは、うん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 、うん、あれどうした。え、それ言いましたよ。え、なになになに。タワー言った言った言った。へえ、そう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 、そうなんだよ。で、来週の店は決まってんだよ。早っ。うん、いや、本当は今週2個買ってこようと思った、2個ってか2個持ってこようと思ったんだけど、こなしにせんとね。まあまあまあ、そうしようかなと思って。確かに来週のはね、もう振っといてもいいぐらい、もうとにかく今ナンバーワンらしい。え、国内で。国内というか、そのチョコ好き、お菓子好きの人がもう見つけて、これはうまいガルボかな。いや、そんなドベタなとこじゃないです。まあ、ガルボめちゃめちゃ美味しいじゃん。めっちゃ美味しい。わかるよ、うん、そういうのじゃないやつの、うん、あ、ごめん、来週って言ったけど、来週っていうか次の俺が来る時ね。うん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 。え、楽しみ。そんなにうまいみたいな。ガーナかな。あ、ガーナじゃない。でもそういうのは元は知ってるとこ、元の土台は知ってる。それ明治富士屋。ああ、そういうこと、そういうこと、そういうことだし、そのメーカーの名前も知ってると思う、その商品名も。だけどそれのなんとかタケノコ。ああ、でもイメージはそういうことだよね。たけのこの里の。どうしても当てたい。なん、いや、で、当てる、言わねえよ、俺当たったの。言わねえよ。それを持ってこうとしてんだから、来週。そっか。うん、そう、かぶるし、みんな食って感想言うだろ、先に。それも面白いけどね。みんな先に感想言うだろ。ポッキー。ポッキーじゃない、ポッキーはだってもうあれ、トッポ。トッポじゃない。うわ、で、なんかないし、とチョコレート。あるよ、俺もシャメ取ってきてるから。え、ダメよ。あ、違う違う、レナちゃんには見せないよ。なんで。じゃあ、レナがさ、食べたことあるんですか、教えて、目の前で。これです。まあ、有名だよね、有名っていうか、これ知ってるでしょ。それは食べたことある。
そういうことだから土台は知ってるみんな。ああ。トッポと。え、目の前に食べたことあるってこと？あります。多分これでも紹介したことあると思う。一回そのああベースはね。ベースのチョコアンパン。違う。これのこれがキットカット。あでもそういうことそれキットカットとかだけど。止まったんだってよ。あ動いた動いたよかったびっくり。え何回の？紹介した？最近？結構前。ちょっと前。当てたい。これは。ねえレナさ何紹介したっけ？一人の時かな食べさせたことあるやつですか？食べてない食べてない食べてない。一人。もう頭にあるフォートしかないけど絶対違う紹介してない。でもこれは多分この。チョコはもう古いと思うよ、ものすごい昔からあるやつ。え、悔しい？ねえ、当てるまで終わらません。帰れませんみたいな。やった、何回な。これがめちゃめちゃ美味しいんですって。だから僕もとりあえずまだちょっと誰か、あれ教えて。まだ止まった、大丈夫？え、止まってないよ、めっちゃ止まったってくる。ねえ、教えて、レナ何？止まった。あら、ダメだ、止まった。大丈夫？切れただって。なんでやねん。そうでしょ。まあこれみんながバー言えば多分絶対当たると思うけどね。まあでも言いませんよこれは。言ったらみんなが最後に。え動いた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 。動いてる。みんなの声やばい。怒ってる。明治の水色のやつ。あ明治なの板チョコも。アーモンドチョコのやつ。うん違う。あマカダミアナッツのやつ。うん違うけど、なんか違う。ピーナッツチョコ？違うけど、ね、惜しいってこと？惜しいっていうか、それもだってどこのいっぱいあるじゃなくて。え？アーモンドチョコっつってもさ、いろんなメーカーさんもあるじゃん。引きな出すやつ。ああ、とは違う。レナは。グリコのが好きです。うまいね、あれね。え、知ってます？なんかアルジュが引くやつでしょ。え、あの、引いてそれグリコじゃないよ。ペラペラがついてるやつ。それ違いますよ、それグリコじゃない。あ、どこ？ねえそれグリコじゃないですよ。明治かなんかじゃない。あー、これちょっとみんなが。え、ちょっと見せて。あ、見らんぐいたな。新商品らしいの。だから多分食べてはいないと思うんだよね。わ、新商品ってことはハロウィン系のやつですか？あーん、じゃないよね。そういう感じだ。ビューティーキス。冬なのかな。普段でも、だから違う、このオーソドックススタイルにこの新商品というか、多分結構まあまあ最近出てる系で。なんて悔しいんだ。うまいらしいんだよ。ねみんなもさ、答えてよ。なんでみんな何も答えへんと？結構答えてくれてるよ、みんな。シャ、サシャ？サシャ？サシャじゃない、もう分からんけん、もうタワーくれた人としゃーべろ、ね、はい。あれだけよ、スクショできんやつだ。携帯できんじゃない？ダメ。あ携帯でスクショやってみていい？今知ってもらえます？これでいけんじゃん、ピッと。いけますよ。でも映ってないですよ、タワー。あ、映っとは画面の真ん中に。やってください、じゃあ。ちょっと動かすね、携帯。一回やってますよ。ねえ、画質悪すぎてやばい。いける？レイちゃん、レイちゃんとりあえず。なんか一緒に撮らないんですか？いや、これ結構限界だわ。じゃあ、いきますよ。はい、チーズ。もう一回いっとく？大丈夫？いける？はい、チーズ。これいけたんじゃない？多分。どう？どうですか、皆さん。ごめんね、画質悪くて、本当に。ねえ、じゃあもうしゃべろ。じゃあ行きましょう。ちょっとこれちょっとずらすね、コメントが見られんけん。こっちに行かせます。ねえ、画質やばくないですか、見て。やばい、しょうがないな、今日はもう申し訳ない。これも YouTube 載せられんわ。今日だから、さっき話してたけあれじゃないけど、今日来てくれた人だけの、そうなりますな。あれにしよう、お願いします。関係者じゃないよ。タワーいっぱい入ったのに。関係者って表情がわかりませんって、ごめんね。こうやって喋ろう。じゃあ
まず高ぶーさん、高ぶーさん、います、高ぶーさん、高ぶーさん、今日すごい、マジ高ぶーさん、え、これ LINE 起用券やない、多分関係ない、なんか画質戻った、戻ってきてる、まだまだじゃない、高ぶーさんいますか、あら、高ぶーさん、高ぶーさん、これ前田中さんに会ったことねえけど4日の2部行ってみます、じゃあ2部来た方がいいですよ、マジで高ぶーさん探してください、高ぶーさんですか、高ぶーさん、あ、じゃあ俺そういう仕事する、そうです、いや、ほんとバイトとして取ってくれ、高ぶーさん探しの旅や、え、高ぶーさん、そっか、行ったことないのか、うん、え、高ぶーさん嫌じゃなかったら俺もじゃあ極力ちょっと二部の方に行けるようにするから、うん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 、まあ、ちょっと、まあ、最悪一部だったら申し訳ないんですけど、でもどうやって高ぶーさん会う会うってのもおかしいけど、探すわ、じゃあ俺どっか待ち合わせしよう、どうすか、レーナのでもスタジ会場分からんけどな、分かんないし、嘘高ぶー出るよ、したら、あ、そうだ、ここに集合って言ったら俺高ぶーだよ、確かに確かに、騙されそう、高ぶーさんって俺言っちゃうよ、サムスで、確かに、ダメだね、じゃあ会えたらいいね、高ぶーさん、でもなんか質問大丈夫、今のがありがとうすごいよ、高ぶー何個これ10個よ、10個で多分1人で10個って初めてやるもんね、でも前高部さん結構十何分か、うん、高部さんやべえんだすごいな、高部さん、なんかしゃべ、なんかありませんか、気にならんか、レイナのことなんていやいや、そんだけやってる人が気にならなかったらもうただの何ですか、大富豪ですか、なんかありますか、何もないかな、俺の高部さんのジャンメシ行こうかな、やば、レガも行くわ、おいおい、またね、はぁ、うわ、さらっと入る、またね、じゃあ高部さん、とりあえず4日に、4日会おうぜ、うん、友達みたい、いやでも、4日な、いえいえいえ、じゃあ次な、カズタカさん、カズタカさんも今日すごいよ、1,2,3,4,5,6,7,8、 うわ、だからカズタカさんとの抜きつ抜かれつの瞬間ありましたもんね、やばい、カズタカさんおる、なんか目がおかしくなりそうだわ、曇ってる、しかもレイナぼやけと、日々生きてて幸せやなって感じることは何ですか、レイナが生きてて幸せやなと思う瞬間は仕事とプライベート両方あって、仕事はやっぱライブとかして楽しいなって心から思えたライブができた日、うん、うん、プライベートはレイナのなんかもう好きな友達とずっと一緒に乗って、なんかアホみたいになんかなんとでもないことでも超笑ったりとかしてニコニコ折れる瞬間に、あ、自分って幸せ者やなと思う、意外とだからいい意味庶民なんだよ、レナちゃんもそういうとこはねうん、なんかさ、パーティーじゃないじゃん、いや、パーティー嫌い、そっちじゃないもんね、静かに遊びたいわ、うん、で思われがちやけんね、パリピて、そうじゃないよ、今幸せなんや、幸せやで。関西弁で来るね。あ、春坂さん関西なんだ。知らん。ちなみに春坂さん、コットンクラブはどうなの？予定はないのかな？うん、俺からの質問はダメなのかな、春坂さん。返事しようってね。あ、4日。みんな4日や。27は？明日が一番面白いと思っとっちゃけど、いや、これでも姉ちゃん4日も楽しくしようね、明日の明日まで来た方がいいって、みんな明日来んやん、なんでやねん、平日だからって、平日でも行く人は行くんだぞ、うん、やばい、ちょっとこれ4日ケータもちょっと絶対借り出そう、うん、やっぱ仕事休んでまでも行くまで好きじゃないっちゅうのなるやのこと、そんなことないよね、みんなね、そうやって言う人は、いや、そうよ、みんなそんなことないよね、いや、絶対そう、だって、お前よね、みんな、顔何顔うっそ、そんなことないよ、顔うっそ、そんなことないで、みんな、ほんといいよね、やばい、気持ち悪いし、画質いい、なんか次はい、山出さん、あ、山ちゃん、
山さん来ました。最近仕事に対してやる気が出ないんで、やる気が出る言葉をなるほどください。やる気ない時は自分が生きるお金を稼ぐために頑張ろうって思えばレイナも頑張れた過去。あ、なるほど。もうじゃあお金だ。そこは、うん、でも自分のためとかじゃなくて、やっぱり誰か家族だとかやったり、自分のじゃあ好きな人とかを貢ぐじゃなくて、養う貢ぐじゃない、家族貢ぐとか間違えた、うん、養うって思って、もうお金のためだけにも頑張ろう、どうでもいいやもうって思いながら、それでもちょっとわかるな、うん、うん、お金のためってやればさ、うん、頑張れるくない、うん、レナはそうするね、なんだこれと思った時は、うん、うん、でもね、絶対やる気なくてもやり続けなきゃダメだからね、それ、ね、そう、うん、なんかね、続けることにやっぱ超意味があるっていうのはすごい思うよ。絶対やめちゃダメ、一時的な感情でやめちゃダメ、うん、マジで本当そうだと思うよ、うん、で今の若者ってすぐやめるんですって、うん、まあちょっと前からですけどね、確かに、やっぱりこんだけずっと歌をね、14、5年続けてこれた自分すごいと思う、すげえよ、しかも好きやしね、ずっと、すぐやめちゃうもん、みんな、うん、そんなか、大丈夫かな、で、山田さん、本当になんか目標を決めたら、それがレイナちゃんのライブでもいいじゃん、レイナちゃんライブ行くためにお金ちょっとため頑張ろうと思ってもいいしと思うし、俺は、うん、俺らのライブでもいいし、ヨちゃん、ヨちゃん、はい、山ちゃんいで、いいかな、チェキ会とバースで行きます、おお待ってまーす、イエーイ、バースでイエーイテンション、次、わっくん、さん、わっくん、ワクさんいるかな、ワクさん大丈夫か、はーい、おワクさんはじゃあはーいで終わりでいいのかな、いや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 冷たいワクじゃ終わりかな、いや違う、冷たい、最近お気に入りの洋服のブランドはレナは変わらずワンスポが好きです、ワンスポの今新商品がいっぱいあるんですけど、ちょっと行く時間がマジでなくて全然一個も買えてませんっていうのは情報を与えておきます。でいや、すごい好きなのは、あのね、結構ね、スワンキスっていうところの洋服も可愛くて、でもそれ結構もう買っちゃったんですよ、自分が欲しいの、最近そこが好きなのと、あと何回の、あとね、結構行くのがね、たまにでもエゴイスだったっけ、だからそこの帽子買ったりとか、なんかちょいちょい結構最近いろんな洋服屋さん回るんですけど、エモダもたまに行くし、バラクも行きます、バラク109の中に全部あるんですよ、知らないの、うん、え、知らんと思う、絶対、あ、男子は知らないんだ、知らん、そうそう、そんぐらいですかね、いいじゃん、うん、ケイタはクイックシルバー、何それ知らん、クイックシルバーのバリバリの財布使ってたら結構な大人になってまで、うん、どういうこと、バリバリの財布ってわかる、あ、あの、ジップロックじゃなくて何でしたっけ、マジックテープ、結構な大人までケイタ使ってたから、なんでクイックシルバーって書いてるやつ、やば、可愛かったよ、ずっと頑張って持つ届かいの、うん、そんな感じですかね、スワンキスはかなり意外、男子そこ入れるの109、あ、入れますよ、なんかよくカップ一人ではあんま見らんけど、でもたまに一人でなんか結構年齢層高めな人とかが、あ、だからそういうのプレゼントしたい時じゃない、やっぱ多分、あ、ワンスポね、ワンスポ好きです、109ブランド名かなり覚えたんじゃない、お、2個目の質問、うん、覚えたよで、さりげなく2個目の質問、うん、そう、いいじゃん、覚えたよ、今やばく、うん、覚えました、最近いろんなところに回る習慣つけました、今日めっちゃ7000人いってるよ、本当だ、わ、ありがとうございます、ちょっと早い時間の方がいいの、え、思ったよ、悪いな、もうまぐれじゃないですか、まぐれ系、確かに今日すげえおもろかったもんな、何回なの、いろんなこと起きたもんな、やっぱハプリンがあったらいいのかね、毎回止めるか、わざと毎回止めて、毎回わざと途中から決定するか、もう終わろっか、まあそうだね、今日ちょっと明日もあるけん早く進めたけん、もう今日、いやでもちょうどじゃあ7000になった瞬間にやめよう、うん、よかった、7000だったらブチッと切るってことですか、そんなことないけど、いやでもよかった、面白かったバイバイ、7000になってますよ、こっちでは、あ、こっちになってる、7000になってる、あー、ありがとう、楽しかったですね、うん、皆さん、いや、今日も面白かった、うん、俺のチョコはどうなるのやら、まあ、次回、ちょっと期待してみて、また次会社の見たりかマジ会社見るわ応接室のみんなが食べれるとかいう、あ、俺でもこれ人気ですよ、だけどな、そんな子あったら、いや、これは人気だよ、うん、これだって俺レモンどうなんだ、レモン、
はい、じゃあね、はい、今日はねちょっとトラブルありましたけどすいませんでした。また明日待ってまーす。あ、そうね、明日ぜひ行って、行ってね、みんなでどんなだったか教えてね。うん、うん、みんなで話し合おう、はい、じゃあまたね、おつかーレイヤー、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ、バイバイ。